はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2やっていきたいと思います。ではまず冒険の章を作っていきましょう。名前はまたミックスでいいですかね。1と同じだけど、多分これ3も同じになると思うんだけど、全員ミックスっていう。で、表示速度、サマルトリアの王子とムーンブルクの王女はあれかな、名前は決められなかったっけ。ファミコン版ではもう勝手に決まってるんですけど、遥か昔、伝説の勇者ロトの血を引く若者によって竜王は倒され、世界は光を取り戻しました。若者はその後一人の女性と共に旅に出て、いくつかの新しい国を築いたのでした。その国は若者の子供たちによって代々治められたと伝えられています。そして100年の月日が流れました。ここはムーンブルク、ローレシアよりはるか南西の国。城の中庭では王様と若き姫様が平和な語らいの時を過ごしていました。しかし、これは一体何が起こったのだ。誰かおらぬか。王様、大変でございます。大神官ハーゴンの軍団が我がムーンブルクの城を、何、ハーゴンが攻めてきたと申すか。はい。ハーゴンめ、こうしてはおれぬ。すぐに兵士たちを集めよ。はっ、直ちに。良いか姫よ、お前はここに隠れているのだ。わしの身に何が起こっても嘆くれないぞ。お父様、さあ早く行け。わしはこのことをローレシアの王に知らせねばならんのじゃ。ここまで来ていたとは。己怪物め、ベギラマー、己怪物どもめ。王様結構強いね。ギョエー。お父様、これは悪魔神官かな。悪魔神官っすよね、確かイオナズン使ってくんの。結構強いんだよね。おお、この兵士やるな。こいつグレムリンかな。一刻も早くこのことをローレシア王に知らせなくては。ムーンブルクの兵士は制服が灰色だね。む、その傷は一体何があったのだ。傷の手当てなど構わぬ、すぐに王様に会わせてくれ。私にはお伝えしなくてはならぬことがあるのだ。ごほう、わかった。おい、そっちを支えてくれ。城の皆に気づかれては大騒ぎになる。静かに運ぶんだ。っていうかさ、これ宿屋の親父と道具屋の親父に確実に目撃されてるよね。こういう商売人って結構噂広めるの早そうだな。ローレシアの王様、大神官ハーゴンの軍団が我がムーンブルクの城を、大神官ハーゴンはまがまがしい神を呼び出し、世界を破滅させるつもりです。王様、何とぞご対策を。ガハ。王子ミックスよ、話は聞いたな。そなたもまた勇者ロトの血を引きし者、その力を試される時が来たのだ。王様だって勇者ロトの血を引いてるだろ。なんでいつも俺だけに任せんの。悲しんでいる時間はない。旅立つ格好ができたならわしについてまいれ。相変わらずさ、これ人任せにする体質は変わってないね。その勇敢な兵士を手厚く葬ってやってくれ。はは。ミックス王子、ジーは王子と離れるのがつろうございますぞ。しかしこれも人々のため、泣かずにお見送りせねば。ううって、ほんとしらじらしい大臣だなこいつは。こういうごますりで大臣までのし上がってきたんだろうなこいつ。旅のご無事を祈っております。ミックス王子様、どうかお気をつけて。いや、せめてさ、兵士何人か連れてった方がいいと思うんだけどね。兵士は行きたいている。まあ、城のね、守りも固めなきゃいけないから、全員で行くのはさすがにねあれだけど。
さあミックスよ、その宝箱を開けて旅の支度を整えるがよい。サマルトリア、ムーンブルクには同じロトの血を分けた仲間がいるはず。二人の名は確かクッキーとプリンであったら、ここで名前が決まるのか。クッキーとプリンはちょっとなんかかっこ悪いな。いや違う、サマルトリアの王子の名は、え、名はって言われてもね、サマルトリアの王子なんてさ、所詮手下だからね、手下でムーンブルクの王女、ムーンブルクの王女は下っ端だな、下っ端って入るよね、4文字だから、下っ端と王女のくせに下っ端王子のくせに手下とかねどういうあれだ、その者たちと力を合わせ邪悪なる者を滅ぼしてまいれお前は何してんだ王様銅の剣と50ゴールド相変わらずくれないよな。で一応装備しましょう。銅の剣と川の鎧は装備してんのか。一国の王子がさ、銅の剣と川の鎧だけってしょぼすぎでしょ。ミックス王子どうかお気をつけて、武器や防具は必ず装備してくださいね、持っているだけじゃダメですよと。まあ装備しました。このお城から西に歩けばリリザの町があります。サマルトリアに向かう旅人が立ち寄る町と言われてるそうですよと、はい、ここら辺の宝箱もさくれよなんでくんないんだ本当に。ややお出かけですか、でも外は危険ですぞ。森や山では特に魔物に出くわしやすいので、なるべく草原などを歩かれますように。でこういう扉はね、あの鍵を持ってないと開けられないんで。ああミックス王子、行ってしまわれるのですね、私は切のございます。はっ、いけない、私ったら王子様に向かってなんて失礼なことを。 どうかお忘れくださいまし、身分違いの女の儚い思いなど。おーっていうかこの女性とちょっと一晩過ごしてから明日旅に出よう。いや王子はモテるね。でこのじいさん、旅の扉に入った者はたちまち遠いところに運ばれまする。ここの扉はどこかの島に通じているそうな。そうなって、このじいさん入ったことないのかな。で一応2から旅の扉が出て、でまあこの旅の扉自体は全然意味のないものでまあこんな感じですと。街が見えますね、でも何にもできない、帰りましょう。でまたこのおっさんに話しかけますか。サマルトリアには若き王子、ムーンブルクには美しい王女様がいるそうです。きっとミックス王子様と気が合うことでしょう、まあ、気が合うっていうか所詮俺の使いっ走りだからね。ここはローレシアの城です。で雇い屋は特に意味ないから道具を買っておきましょう。あ、川の盾売ってるんだ、90円か。で2のこのローレシアの王子は魔法は全く使えないんで、薬草は2個ほど買っておいて、毒消し草もちょっと1個買っておきますか。完全に肉弾戦なんでこいつは、まあ、完全に肉弾戦でも攻撃力一番高いからね。まあまずはちょっと最初はやっぱりレベル上げをさせていただきましょう。スライム狩りをしてレベル3とかになったら先へ進んでいきますか。で敵もね複数出てくるようになるんで、まあ多ければ多いほど経験値とかももらえるんで。レベル1でも強いねこの王子は。スライムごとき全然余裕だな。3匹に囲まれたとしても、お、大ナメクジ、大ナメクジの方が経験値とか持ってるかな。うん、2だね。お、薬草ゲットしたなんでナメクジが薬草持ってんだ。あ、アイアンアント、ドドラキ、ちょっと敵が強くなった。アイアンアントから倒していこうか。お、4、うわやばい、ドラキ強え、さすがだ、一発じゃ倒せない。いや結構きついぞ。4食らう可能性があるってことは、しまった連打してて押してしまった。しかしこっちの方が早いと思ったらいきなり死んだよ舐めすぎた。おお、ミックス死んでしまうとは情けないって本当申し訳ない
いきなりやられた。金が買っといてよかったな。18円になった。いきなり貧乏人になったよ。ちょっとあんまり行き過ぎたかな、上に。いや、レベル1だと、ちょっと肉弾戦強いとはいえ、こんなものか。やはりスライム相手だな、最初は。スライム相手にレベル上げをしなくては。開始早々死んだな。あの王様とか、ショックだろうな。出てってさ、わずか10分足らずで死んだからね。マジかこいつみたいな。先行きが不安でしかない。絶対これ自分でさ、行った方がいいよ、王様。王様のレベルが何なのか知らないけど。でもさ、銅の剣とさ、川の鎧しかよこさないっていうのも悪いよ。王様にも責任はあるよ。レベルが2に上がりましたね。力が上がって、素早さが上がって、身の守りも上がって、ヒットポイントめっちゃ上がったな。ヒットポイントがめっちゃ上がったけど、ちょっと2だと不安といえば不安だから、ヒットポイント回復させて、さっきのドラキーとかが出る地帯まで行きましょう。まあもちろん強い敵と戦った方が効率はいいんで、ヒットポイントが9上がってれば全然余裕でしょう。まずスライム1匹なんて楽勝だよ。こんなね、経験値1しか持ってないやつなんて効率が悪すぎる。俺はちょっとドラキーに復讐を。アイアンアントか。アイアンアントも攻撃力はそうだよね、それなりに与えてくると思ったら全然弱かった。硬いのか、アイアンアントは。ドラキーが攻撃力高いのか。いいね、9ポイント。ここら辺まで行けばドラキーもアイアンアントも出てくるかな。来たドラキー、3匹か。今度は一撃で倒せないっていうところがきついんだよね、この集中攻撃を食らうんで。うお、早い。これはまた薬草を使わなくて、さっきね連打しちゃったのが悪かったんだよ。薬草1個使おう。大なめくじから薬草1個パクったんで、今はこのドラキーが完全にライバルだな。いや、1体だったら全然余裕なんだけど、さすがにね、3体ものドラキーに囲まれると、いくらミックス王子といえども薬草なしには戦えない。12。おお、早いね、レベル上がるのが。レベル3に上がった。おお、力めっちゃ上がった。素早さも上がって、身の守りも上がって、ヒットポイントは普通か。やっぱ3だな。これで1回宿屋に泊まって。お、気づいてない、バカめ。一撃、もうドラキーなどただの雑魚だな。で、次の町に向かいますか。もうスライムとかね、君はどきたまえ。でも勇敢といえば勇敢だよね、このスライムも1体でさ挑んでくるなんて。まあそれかただのアホなのか。じゃあ次の町へ向かいましょう。西にリリザの町があると言ってたんで。おお、いきなり襲いかかってきた。3体出てこられるとやっぱりちょっとね、集中攻撃を食らうんで。まあただここら辺の敵は確実に一撃で仕留められるんで、砂漠も歩いていこう。わざわざ砂漠を歩く。毒の沼地もあるね。アイアンアントから仕留めていこう。もうスライムはね、ほんとただの雑魚っぱなんで。行くまでにね、もう1レベル上がってくれると嬉しいんだけど。もう見えてきたわ。で、ここはリリザの町。旅の疲れをのんびり癒していくがよかろう。そんな疲れてないんだけどね。で、預かり所と、道具屋。キメラの翼が売ってるか。ま、金ないからな、死んだから。噂では、ローレシアの王子様がハーゴン征伐の旅に出たらしいわよ。早いな、噂が広がんの。あなたがその王子様ですって。はい。やだ、からかわないで。死んでしまったからね。
あんまり大きな顔して歩けないからな。この町を出て遥か北に行けばサマルトリアの城ですじゃ。ムーンブルクの城がハーゴンに攻撃されたという話を知っているか。むむ、やはり誠の話であったか。なんということは、この世界噂広まんの早えな。棍棒、銅の剣、聖なるナイフ、鎖、ガマ、鎖、片びら、川の盾と。鎖ガマが欲しいかね。どうしようかな。何も買えないんだけどさ。私の弟はムーンブルク城の兵士でね、この間突然やってきて息子を預かってくれって言うんだよ。ところがそれっきり連絡が来なくて、まさかムーンブルク城に危険なことでも起きたんじゃないだろうかね。で、裏の探索調べたいんだけど。あ、この森みたいなのはいけないんだ。毒の怪我をすると歩くごとに体力がなくなりますよ。もっとも毒消しそうがあれば治せるそうですけどね。そうですけどねって、毒消しそうなんてさ、そこら辺に売ってんだろ。私たちデートの途中なの邪魔しないでね。離れてったぞこの男は。あのね、西に行くと祠があって、そこからムーンブルクに行けるんだよ。僕のお父さんはムーンブルクの兵士なんだ。すごいだろう。兵士になることはあれなのかね、大企業に勤めるのと同じ感じなのかね。ちょっともう1レベルだけ上げて北に行きましょう。ちょっとね、敵が強くなってるんで。本当はな、鎖鎌とか買ってから行きたかったんだけどな。そこまでの金がない。相変わらず金に悩まされるな。ロトの子孫は毎回毎回金に悩まされる。来たね、この魔の舞台。しかし今の俺にとってはこの魔の舞台もたやすく退けることができる、まあ、全部一撃だからね。このヒットポイントでもまだ大丈夫でしょう。薬草もね、まあ取っておきたいといえば取っておきたいですよね。8円もするから。編成を変えてきたな今度は。しかし俺を倒すには貴様らごときでは薬不足だ。ドラキー、ドラキーが3当ててくるからな。よし、レベル4。力いいね。お、ヒットポイント、あ、2つしか上がらない。でもまあヒットポイントと力がかなり上がったから、じゃあまた宿屋で寝て、今度はサマルトリアの方に行きますか。右下に変なおっさんがいるね。こいつなんかしょんべんしてるとかじゃなかったっけ。わ、いきなり話しかけないでくれ。おしっこが足にかかったじゃないか。そうだよね。どんだけ長い間しょんべんしてんだよこいつは。では北へ向かいましょう。割とすぐなんだよね。でも敵1回だけ遭遇か。ドラキー部隊、もう銃とか当たるようになったね。でもドラキー3が出てくるのか。それでもただヒットポイントだいぶ高いね。ここがサマルトリアですと、ようこそサマルトリアに。先日南の空が赤く燃えるのを見ましたわ。もしやムーンブルクに何かあったのでは。で、ここが道具屋。聖水も持ってるのか。まあ、ただね、最初はやっぱりレベルを上げながら進みたいので、旅の商人です。さて、ここらで商売をさせてもらいましょうかねと。こんなやついたっけ。全然金が足りねえな。川の盾を買うと全てがなくなるからな。この城の王子様はなんと魔法が使えるとか。しかし力は強くないのであまり重い武器や鎧を身につけられないそうじゃ。中途半端なんだよね。呪文もそこそこ、装備もそこそこみたいな。老人と、老人じゃなくて囚人と話したいなら牢越しに話しかけてください。坊主、いいことを教えてやろう。銀の鍵を手に入れろ。銀の縁の扉なら全部その鍵で開けることができるぜみたいな。こいつは来るのを待たないと話せないか。めんどくさい。近頃ハーゴンというものが世を乱しているとか。しかしロトの血筋が一つになった時必ずや邪教は滅びましょう。もうみんな人任せだからね。ここは手下王子の妹君の部屋。むやみに入ってはなりません。手下王子とかすげえやだな。
あなた誰？お兄ちゃんの友達？いや違う。分かった、物を売りに来たんでしょ。でも買わないようだ。ここが王様の間か。サマルトリアの城のようこそ。さあさあ王様のもとへ。これはミックス王子、よくぞ参られた。わしの息子手下もすでに旅立ち、今頃は勇者の泉のはずじゃ。手下の後を仲間にしてやってほしい。手下か。まあ仲間にしてあげるか。仕方がない、手下でも使えることもあるだろう。ローレシア城のずっと北に勇者の泉が湧くという洞窟があるそうです。手下王子はちょっとぼーっとしたところがあるけど、根はいいお方なんですよ。根はいいお方なんですよって言われるとさ、なんか普段嫌なやつみたいな感じだよね。で、これは道具が今薬草2つか。もうちょっと薬草持っておきたいね。薬草を、まあ、4つくらい持っておきますか。よし、これでもう勇者の泉に向かっちゃいましょう。いや、こんだけ強ければ大丈夫でしょう。で、ローレシアの北なんで、こっから向かうとすると、うわ、山ネズミとかやばそうだな。あ、でも一撃で倒せる。一撃で倒せればなんとか切り抜けられるはずだ。よしよしよし、突き進もう。おお、結構持ってるね。山ネズミドラキー部隊か。洞窟に着くまでに薬草は1個消耗しそうだな。で、洞窟内で2個で、最初の洞窟ってだいたい薬草1個くらい落っこってるよね多分だけど。ヒットポイント18。まだもうちょっといけるな。あと1戦いけるはず。まあ、ただそういうな、油断が死へ導くからね。洞窟に入ったから薬草使おう。やっぱり25から35か。で、宝箱がある。あの宝箱は回収していこう。山ネズミと大ナメクジ、まあ、こいつらは、うっ、かわされた。一旦無駄にしてしまった。あとは大ナメクジだけだから。大ナメクジでも2与えてくるのか。まだ身の守りってそんなに上がってないからね。山ネズミも与えてくるときは4か。4は結構きついんだよね。うん、ドラッキーからはそこまで食らうことはないけど。よし、レベルアップ。まあ1レベル上がると結構上がるからね。素早さが4、身の守りが2上がった。よしよしよし。ほら、薬草ある。これ下は、お、ドラキー気づいてない。さあ、サクサクぶっ倒していこう。で、下の方は結構長いね。ただね、敵の数も多いんで、わりかしお金とか貯まるのもそんなに時間はかからないと思うんだけど、もう怠慢だとね、あと何匹倒さなきゃいけない、何回戦闘しなきゃいけないっていうのが目に見えてくるんですけど、まとめて敵を倒せばまとまった金が手に入るんで。ヒットポイント18か。どうしようかな。35だっけ、マックスで回復すんの。普段使っちゃおう。38に回復したってことは35回復しなかったな。山ネズミ3匹がそれなりに持ってるんだよね、やっぱり。この山ネズミもさ、多分人間と同じくらい大きさあるんでしょ。人間と同じ大きさのさ。よし、薬草ゲット。ネズミが出たら超ビビるよな。基本的にやっぱりモンスターってでかいんだろうな。虫とかっていうレベルじゃないからね。会心の一撃もちょいちょい出るね。まあ今は別に会心の一撃出ても大したあれじゃないんだけど。97円、よっしゃ。もう290いくらになってる。
鎖釜買えるね、これ鎖釜を買おう。川の盾とかもな欲しいけど、川の盾があればもうちょっと違ったのか。多分やっぱ最初にね死んでしまったっていうのがねお金的にかなりきつかったよな。いきなり所持金半分だからなって言ってもね、50円しかくんなかったからね、マジケチだから。ケチばっかだよ。どんだけさ財政状況悪いの、ローレシアとか。政治をね見直した方がいいよやっぱり。薬草使おう。よし、結構回復したね。42まで回復したから。山ネズミ1匹など何の意味もない、ただの経験値と金になってもらうだけだ。あれ、階段がある。上もあったけど、あ、こいつなんか人がいるね。若者よ、勇者の泉で体を清めてもらったか。いいえ、それはいかん。泉を探せ若者よ。戦いに旅立つ者は勇者の泉を訪ねるのがローレシアの習わしなのだ。そんなんさローレシアの人たち誰も言ってくんなかったよねこの洞窟に来て初めて知ったんだけど。本当かよ、あの兵士。てかあの兵士何してんの、ここで。ここら辺のモンスターを倒してレベル上げしてんのかね。少なくとも俺より強そうだな。ここら辺の敵をずっと倒してればレベル10とかにはなってそうだからね。おっさんが見えますね。おっさんっていうかじいさん。お、薬草が自力で調達できんなこれ。でなかなかに敵の出現率は高いですね。よし、魔物の群れをやっつけた。レベルもわりかし早く上がっていくね。6、力2、素早さ3、身の守り3。結構でかいね。平均的に上がってくれると嬉しい。毒消しそう、アイアンアント。なんかここ確かさ、そう、毒にしてくる、あ、キングコブラみたいなのが出てきたと思うんだけど、まだ1回も遭遇してないな。金はもう362だもん。勇者の泉へよくぞ参られた。あなたの体をこの水で清め、偉大なるロトの導きを願って信ぜよう。サマルトリアの王子をお探しか。はい。一足違いであったな。王子はロトの血を引く仲間を求めて今頃はローレシアの城に向かっているはずじゃ。なに、じゃあローレシアに行こう。あれって体力回復してくれたんだ。ヒットポイントすっげえある。もう50超えてんだけど。もう君らの攻撃など効かんわ。一応さ、装備は初期装備だからね。まだ金がないんだ、しょうがない。ま、初期装備でも全然やっていけるな。ここら辺の敵だったら。だったらさ、鎖釜とかさ、サマルトリアの王子に与えた方がいいんじゃないか。サマルトリアの王子とかマジ弱いからな。まあそれでもね、リメイク版ではだいぶ使いやすくなってるんですけど、ファミコン版のサマルトリアの王子ほんと弱くてマジ役に立たないとは言わないけど、そりゃいないよりはいた方がいいんだけど、弱すぎでしょっていう。あれ、こっちでいいんだよね。で、ここの洞窟はもう全部見たよね。宝箱の取り逃しとかはないはずなんで。じゃあちょっとローレシアへ向かいますか。といってもローレシアにはサマルトリアの王子はいないんだけど、ま、物語の都合上向かいましょう。ただ外もモンスターだらけだな。確かにね、一般の人が出歩くには危険だよね。このミックスでさえ開始3分くらいで死んだからな
一応設定上はなんかロトの加護を受けてるからミックスとかって死んでも蘇ることができるんだっけ。まあ、一般の人はね当たり前なんだけど死んだらそれで終わりですからね。すげえアドバンテージだよな、死んでも蘇るとかさ。あれこれどっち、なんか毒の沼地みたいなのがあんな。あれ どっちから行くんだっけ。迷ってしまったぞ。もう森の中で迷った、絶望しかないな。おわ、おお抜けた。ああ見覚えあるところに出てきたね。でまあこれは王様に話しかけるだけでいいかな。よくぞ無事で戻ってきた。先ほどサマルトリアの王子がミックスを訪ねてきたぞ。しかしそなたがサマルトリアに行ったと知ってまた戻って行ったようじゃ。あと208、結構あるね。じゃあサマルトリアの王子を追っていきましょう。ヒットポイント31、もうここら辺だったらまだ寝なくて大丈夫だね。じゃあサマルトリアへ向かいつつ、一応ねリリザの町にいるんで、もうそのままリリザの町へ行って仲間にしちゃいましょう。おお、スライムが逃げ出した。勝てないと悟ったか、賢明だ。命を粗末にするものではない。まあ、ナメクジはねそういう知性がなさそうだからね。っていうかさ、これさ目ん玉普通に飛び出してるよね。実際にさ遭遇すると超気持ち悪そう、大ナメクジとか。だってナメクジが超巨大なんでしょ。いややだな。スライムとか、うお、スライムは完全に逃げ出すようになったな。スライムも襲ってくるっちゃ襲ってくるからね。でこの宿屋のところにいますね。さてさて、僕はサマルトリアの手下王子ですとか。もしや君はローレシアのミックス王子では。いや探しましたよ。さあ力を合わせ共に戦いましょう。で手下が仲間になりましたと。レベル1か、お前レベル1でよくやってきたな。魔法戦士っていう肩書きなんだ。棍棒川の鎧。いや力4とかマジ弱いんだけど、この力20だからね。しょうがない、じゃあ手下に武器を買い与えてやるか。鎖鎌ってこいつ装備できんの。あできる。鎖鎌を手下に装備させよう。もうしょうがない、俺よりいいものを装備してるけど。やっぱりねこう手下をね思いやるっていうのも必要だからね。革の盾も両方装備できんのか。どうしようかな。釜の盾くらいは買っておくか。じゃあ、手下にしよう。とにかくね、手下が弱いんで、まずはね、部下を思いやると。部下っていうか手下だけど。で、手下は最初魔法覚えてなかったよね。あ、ホイミは覚えてんのか。ギラをね、覚えるはずなんで、ちょっとギラは覚えさせましょう。ここら辺で戦闘しつつ、で、手下にこのドラキー1を任せよう。どこだ7。うん、まあ一撃で倒せる。それがかなりでかいな。でレベル1だからわりかしすぐ上がると思うんだよね。てかレベル2で覚えるのかギラは。3とかにならないと覚えないかな。薬草ばっかりだな。そろそろレベルが上がってくれると嬉しいんだけど、身をかわしたとダメージを受けないわ。違うよね、回避したのか。よしよしよし、これは手下でしょさすがに。手下のレベルが上がったと素早さが上がる、力は上がらない。マジックパワーが6上がった。まあマジックパワーはね上がってくれて全然いいんだけど、ギラはまだ覚えないか。ギラは3かな。そうするととりあえずじゃあ3まで上げますか。
もうちょっと上行くサマルトリアの方で上げようか。敵の内容が変わるのかって言われたらちょっと分かんないけど。ドラキー倒せねえのかよこいつ。確実にドラキーは一撃で倒してほしいんだけどな。5とか弱すぎ。でもまあ鎖鎌が今のところ最強の武器だからね、ここら辺では。アイアンアントにも4か。力が上がってないからね、レベルが上がった時にも。かといってまだギラは覚えてないんで、さすがに大波くじは余裕だね。こうやってまあ金も貯まってくるから、ちょっと自分用の装備も少し整えますか。せめて盾は持ちたいな。盾はで銅の剣でいいのっていう銅の剣でここまでやっていけるからな自分は。手下のレベルが上がった。力4、いいねいいねいいね。素早さも上がって、身の守りも上がって、ヒットポイントは1か。よし、ギラ覚えましたね。ちょっとギラを使いますか、せっかく覚えたんで。あ、幽霊が出てきたただの雑魚だったな。幽霊とかってどうやって倒すの一応物理攻撃効くんだ。で、山ネズミを自分が倒して、アイアンアントにギラを唱えよう。っていうかさ、2のギラって、あ、グループに当たるか。あれ、ファミコン版って絶対一人だったよね。そこら辺も改良されたんだっけ。なんかあんまり覚えてないな。あのファミコンのねギラはね、敵1体だったと思います。で3使うのか。あ、強いからね。でもギラ、いや、いいでしょいいでしょ。グループにこれだけのダメージを与えるってなるとギラはめちゃくちゃ有効だな。じゃあ寝てちょっと先へ進みますか。で、ホイミっていくつ使うの？ 2?2 か、いいね。で、150円あるから革の盾が1個買えるかな。ちょっと待て、革の盾を買いましょう自分に持ち物がいっぱいとか、ちょっと待って。回復はなるべく薬草で済ませたいね。ギラを使いたいから2つくらい持たせますか。じゃあ、いや、3つ持たせるか。じゃあ革の盾を買ってと。よし、では旅立ちましょう。なんかそれなりに整ってきた気がするな。あ、こいつらにねギラを使うのはさすがにもったいないんで、おいアイアンアントだから素早いのかな。これは自分がレベル上がったかな。あれ、手下か、早くない、レベル上がんの。22132、いいねいいねいいね。で、ここに祠があるので行ってみましょう。山ネズミは俺に任せろ。ドラキーを頼む。いや、使えるわ、サマルトリアの王子。だいぶ強くなってんな。で、ローレシア城の南にあるという祠には行かれましたか。行ってない。そこにはわしの弟があなた様を来るのを待っているはず。会ってやってくだされ。どうぞお通りください。ここを抜けて南へ行けばムーンペタの町です。って行けるんだけど、ちょっとね、銀の鍵があるんですよ。で、流れ的にはそのローレシアの南にいる老人が銀の鍵の情報をくれるんですけど、もうそこまで戻るのめんどくさいんで、何、山ネズミを倒せない。そのまま銀の鍵を取りに行きましょう。大丈夫かな。手下のレベルをちょっともう1上げたい気がするな。で、その間に俺のレベルが1上がるっていう。で、そしてお金が貯まって何か物が買えるっていう、そういう計画でいこう。もう1だけレベルを上げて先に進みます。聖なるナイフ、
変えたら聖なるナイフにするか。鎖鎌を買うお金までは届かないと思うんだよね。あ、バブルスライムが出てきた。こいつは俺に任せよ。てかさ、レベル上げはガンガンいっても大丈夫だよね。節約する必要はないんで、効率重視でいきましょう。効率重視で。いいね、薬草自力で調達できる。てかバブルスライムがいるとそれなりに金がもらえるな。ちょっとこちら辺まで足を進めるか。バブルスライムが出てきてくれるとだいぶ儲ける。ギラをドラキーに任せよう。おら、いや、いいわ、ギラ強え。ちょっとこっちの方とか。ギラって何回唱えられるの。そうすると今10だからあと3回か。そう考えると連発はできないよね、やっぱり。よし、レベルアップ。これでよし、自分が上がったね。力6とか、まあ、ヒットポイントはあんまり上がんなかったけど。で、手下もレベルが上がりましたと。力上がった、よし。身の守りも3上がった、いいね。おお、手下はどんどん強くなっていく。まさに手下にふさわしい。ドラキーなど一撃だよ。じゃあちょっと一回回復してから先へ進みましょう。先っていうか鍵を取りに行きますか。金はいくら。176。聖なるナイフ買えねえわ。お前を倒して聖なるナイフを買う。こいつら3匹で何円持ってるの。15、6円は持ってるでしょう。薬草15円、よし。薬草をちびちび売ればね聖なるナイフ買えると思うんだけど、いっか、もう金は取っとこう。銅の剣でも全然やっていけるからね。で、鍵の洞窟にどれくらい強い敵が出るかだよな。今のところは敵は全員一撃で葬れるんで、まあいいんですけど。これ上から行くんだっけ、さっきの橋を越えて。で、ちょっとマジックパワーは節約していきましょう。マックスで20だね。ってことはギラ6回か。そう考えるとな、やっぱここぞっていう時にギラは使いたいね。ギラ6回、ホイミ1回か。出た、キングコブラ、こいつだ。毒にしてくるやつ。しかし今の俺たちでは貴様の攻撃など食らうわけもなく倒せる。ここの洞窟ですよ、ここの洞窟。ここにね、鍵があるんですよ。なんで洞窟に鍵があるのっていうところですけど、宝箱を回収していきましょう。素早さの種、やったぜ。これどうしようかな、種系。これ自分に全振りするか、ホイミスライムとか来んのか。まあ、攻撃はそんなに強くないね。問題は、うお、一発で倒せない。結構強いね。来た、ホイミ。これがめんどくさいんだよね。お、ホイミを唱えてこなかった。よしよしよし。会心の一撃。おお、すっげえ経験値持ってんだけど、ホイミスライム。しかもあんまり強くないよね。キングコブラは自分で倒せるはず。どうだ、倒せるね。で、手下オオネズミ。あれ、オオネズミだっけ。ヤマネズミじゃなかったっけ、さっき。あれ、変わってる。ちょっとわからないやどっちだっていう。バブルスライム2体か。ちょっとバブルスライムはな、毒にしてくるからな。でもホイミスライムを倒しておきたいしな。敵の編成がやはり変わってきている。毒にさえならなければ OK。 キアリーを覚えてないからね、そういえば。まあ毒消し層は今のところ2つ持ってんだっけ。
なるべく道具で済ませていこう。いいね、経験値が手に入るからレベルの上がりも早いね。手下レベル6、力3、よしよしよし、力が上がってくれるのは本当でかい。そしてキアリーも覚えたと。で、こっち？こっちでいいのかな。ま、帰りにさっきの下の方とから探索していきましょう。命の木の実、あー、こういうのもね、ほんとどうしよう。弱いやつに、うお、マジかよ。ここはやばい、結構やばい。ギラを使おう。ギラで倒せる、そもそも。ほら、焼き尽くせ。倒せる。12は倒せないか。ただこれで手下も、うん、一発だね。薬草1個ずつ使いますか。薬草を使って、薬草を使うと全開した。基本的にね、自分は強いんであんまりね強化する必要はないと思うんですけど、弱いやつを強化していった方がいい気もするけど悩むな。金だ、やった。あ、キメラの翼もあるじゃん。うわ、魔術師とか、こいつ絶対ギラ使ってくる。っていうかさ、ギラ3連発されたらやばくねえか。とりあえず1体を排除したい。よし、来た、ギラ12、9。やばいやばいやばい、これは強いぞ魔術師。いや、3連発は食らわなかったからよかったけど、これはヒットポイントを高めに保っておく必要があるな。薬草がなくなってきた。魔術師をギラで一掃できるのかな。下に鍵が落ちてますね。軍隊あり、弱5の2。あんまり持ってないね。銀の鍵を見つけた。なんなの。なんでこんなところに落っこってんの、謎すぎる。じゃあ帰りがてら、まだ行ってないところを見ていきますか。宝箱がねあるかもしれない。キングコブラどうしよう。これギラ使うべきか。いや、普通に攻撃していこう。手下倒せるか。倒した、いいね。そしてこいつは5も与えてくるのか。おお、宝箱、毒消しそうだね。毒消しそうも大量になってきたな。そんないっぱいいらないんだけどな。大ネズミ、こいつは一撃で倒せないんだよね。ただまあ次のターンで倒せるな。おお、いいね。なかなかさ、頭いいね AI。 だってこれでさ、さっきさ、ミックスが手下をさ攻撃したやつにダメージを与えるとさ、効率が悪いじゃん。手下はもう絶対2回必要なんだから、そういうのは助かるな。キングコブラ、ま、俺は絶対大丈夫。手下なんだよね問題は。倒せないか。結構攻撃力高いねキングコブラも。ただ27円とか、もう600円近いし。金たまるな。手下に一回ちょっと薬草を使ってあげるかな。そろそろ魔術師軍団が来たらやばいからな。レベルアップ、どっちだ。おお、俺が上がった。力3、よしよし、素早さ2、身の守りも2。いいねいいねいいね。あ、1個しかない、俺の持ち物が。ま、ホイミがねだいぶ使えるんで。大ネズミ、まあこれはいつもの2ターンパターンでいいでしょう。でこれでミックスが右を攻撃してくれれば、おお、いいねいいね。頭いいわ AI。 まあ頭がいいっていうか、アホではないってことだな。いいかどうかはまだ。福引き券、あ、そうそう、福引き券があって福引きができるんですよ。あ、ここはこれで終わりか。じゃあ帰るか。ホイミスライム一発で倒せるかな。でギラでバブルスライムを2体倒せれば完璧。どうよ、倒せない。ホイミスライム強い。くらい、ギラ、よし。手下はダメージを受けないって。手下そんな防御力高かったっけ。
トイミスライム結構経験値持ってるね。バブルスライムこれはちょっとめんどくさいからギラ使おう。ギラで一掃できるよね。お、12でも倒せるか。よしよしよし、ノーダメージ、いいね、だいぶ効率がいいね。いきなり襲いかかってきた。おー、バブルスライムも攻撃力は強くないのか。でね、ホイミスライムがね一発で倒せればすげえいいんだけど、ホイミスライムさすがに強いね。よーし、敵の出現率高すぎでしょ。で、オオネズミ3匹は、あ、2ターンパターンだと思ったけど、まあ、結局は2ターンかかるんだけど。おお、レベルが上がった。これは手下だね。手下のレベル7、力が上がる。よしよしよし。おお、マジックパワー。ヒットポイントが上がんなかったか。でもまあ、マジックパワーもね、高ければ高いに越したことはないんで、かわされた。まだ一撃じゃ倒せないか。鎖鎌を装備させてこれだからな。初期装備のコンボだったらさ、どんだけ弱いんだよっていう。これどうしようかな。キメラの翼使っちゃう？もったいない気がするんだよね。俺もね、わりかしこう道具はね取っておく方なんで。うわ、魔術師コンビが来た。キングコブラを倒してギラで魔術師倒せる？どうよ、これ倒せると超でかい。12、よし、15。おお、いいねいいねいいね。ギラの使い勝手がすげえ良くなってる。で、一回サマルトリアに、戻りますか。でね、武器防具を買い替えるかって言ったら、次その、あー間違えた、ちょっと待って、バブルスライム、あ、山ネズミだよね。さっきさ洞窟で出てきたの大ネズミだったもんね。やっぱり強くなってんだ。この祠を越えて次の町へ行くんで、で今のところそんなに武器防具困ってるわけじゃないんで、金は取っておきましょう。ドラキーもこれは、あ、ギラ使えない、もうマジックパワーが枯渇したか。まあでも城は目の前なんで。で、ちょっと忘れないうちにまずは寝ておきましょう。いや、743円ってすげえ金持ちになったな。で、ヒットポイント56の42か。いい感じだね。なんか強くなったのを実感するな。じゃあちょっと王様に話して、セーブをして今回はこれで終わりにしましょう。というところで、じゃあドラゴンクエスト2第1回目はこれで終了したいと思います。次回は祠の先へ進んでいきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。